切ったはずなのに。もしもし。僕、サトルくん。タトル君を呼び出すとどうなるのか。七シノと一緒に帰れるなんて勇気を出して誘った甲斐があったぜ。俺の名前はハルシオン、中学2年生。俺は幼馴染の七シノと一緒に帰ることに成功した。あ、これっていい雰囲気なんじゃ。ってあれ、七シノ、それはまだ早い。この展開っていいじゃない。ってまたお前かよ。こいつは七シノじゃない。正確には七シノに乗り移った悪魔、夜回りさん。こいつから七シノを救うのが俺の使命。その条件として約束したのが、あんたが YouTube の撮影協力をしないからこっちから出向いたのよ。この子を返してほしいなら私に協力しなさい。協力って何すれば。まずここの公衆電話から自分に電話をかけなさい。はい、これ長官方向。だよな、一体何をさせたいんだあいつは。サトルくん、サトルくん、おいでください。よくできました、ハル、えらい。サトルくんってなんだよ。ふふん、さっきみたいに公衆電話から自分のスマホに電話をかけてサトルくんに呼びかけると24時間以内に非通知で折り返し電話がかかってくるの。そのサトルくんには一つだけ質問することができて、たとえ未来のことでも何でも教えてくれるっていうのよ。何でも。そうよ、これでサトルくんの検証動画を作って YouTube でブイブイ言わせてやるんだからね。聞くよろー。そんな電話なんてかかって、いや、まさかな。僕、サトルくん。今、どこにいるの？本当にかかってきた。ついにかかってきたわね。どっから入ってきたんだよ。そりゃ窓からよ、開いてたからね。不法侵入じゃねえか。せっかく動画にするんだもん、サトルくんとのやりとりを記録するのよ。はあ、タララッタラー、コウモリカメラ。なんだよそれ。これで自動的に動画を撮ってくれるわ。アクゾンで整理やってたのよ。今日はここに泊まり込みで撮影するわよ。はあ、泊まるってお前。ハルくん、ダメ？ダメだ。思い出すな、小さい頃よく二人でお泊まりしたよね。朝までずっと二人で。ねえ、一緒に寝よ。しょうがないな。はっ、ちょろ。俺は何を。くそ、悪魔だと分かっているのにときめいてしまった。またサトルくんから。はい。僕、サトルくん、今スーパーの前にいるよ。2回目の電話ね。なんか近づいてきてないか。よく気がついたわね。サトルくんは少しずつ電話をかけた相手に近づいてくるの。最後にすぐ後ろに来るそうなんだけど、その時に質問しなさい。ただし。なんだよ。背後に来た時に振り返ってサトルくんを見てしまうと、なんと地獄に連れ去られるらしいのよ。なんてこと。悪魔ですから、この野郎。スマホの電源は切ったぞ。
これでかかってこないだろう。振り返ると、そんな、電源は切ったはずなのに。おお、来た来た。僕、サトルくん、今、公園にいるよ。もうすぐそこじゃんか。1分後。また来た。もしもし。僕、サトルくん、今、玄関にいるよ。もう？公園からうちまで結構あるのに。ところで質問は決まったの？質問？決まってないよ。質問は決めておかないとサトルくんが怒るみたいよ。どうしよう。僕、サトルくん、今、部屋のドアの前にいるよ。へっ。今よ、質問しなさい。僕は将来好きな人と結婚できますか？小学生かよ。できるよ。マジで？君が結婚するのはこの子だよ。ハルくん、ナナシノ、こっち見たね。うわうわ、やめろ。くそ、離せよ。そこだ、ケイケイ、アトルくん、ファイト。応援してないで助けろよ。どこに連れてきたんだ。俺を元の場所に返せよ。ううん、ごめん。これから僕と一緒に遊ぶんだもん。前に遊んでくれた人はもう動かなくなっちゃったから。今度は君の番だよ。ところに連れてくるのね。なんでお前もいるんだよ。え、私も振り返ったもん。サトルくん見たいし。ここから出してくれ。うむ、そうね。それだかも十分だし、帰るわよ。ちょっと遊ぼうよ。うわ、ねえねえ、僕のお友達でしょ。何言ってんの。こいつは私のなのよ。姿を見られたからに返すわけにはいかないよ。うっさいわね。私たちはビジネスで忙しいのよ。子供は一人遊びして立派な大人になるのよ。さあ帰るわよ。逃がさないぞ。君たちはこの世界でずっと僕と遊ぶんだ。うわっ、お前飛べたのか。悪魔ですから。サトルくん、バイバイ。待て、人間ってバカよね。あんな子供の化けに答えを聞こうとするんだから。正解なんて自分の中にしかないのにね。はあ、みんながお前みたいに能天気に生きてるわけじゃねえんだよ。チャンネル登録と高評価よろしくな。これで契約完了じゃ。